願いします。よいしょ。じゃあまだ何も聞いてないノープなんですけど、弾いていきましょう。Uフレットしばいてるんで画面見れてないんですけど、何弾こうかな、本当に決めてないですけど、どうしよう。これは。じゃあ、とりあえず、とりあえずこれ弾きます。よいしょ。ごめんね、これライトなんだ。夜に浮かんでいた暗夜のような月が馳せたバス停の背を覗けばあの夏の君が頭にいる。だけただ君に晴れでした。ちょっと本当にぶっつけすぎてさ、足震えてるし手足やばいんですけどって感じ。いや、めっちゃ喉鳴ったな。よ、何やったおうかな。めっちゃラフだけど、ラフすぎて本当にこんなんでいいんでしょうかって感じなんだけど、何やったおよ。さっき見つけたんだけど、どっか行きましたね、コードが。じゃあ、じゃあ、ひどいな、今日、なんだっけ。不可抗力歌います。
き詰まりそして行き通りはそのものどっかにタスクがありそうなリトムかと思う身の持ってその理由は同じえあ何でもかんでも走られる世界じゃないまた回る世界に飲まれてるそれも理由は同じグランダもそげそしそういやあれを探してるあれ何わからないよそれ何甘えりそうに落ちる Welcome to Starry Night みんな心の中まで行かれちまってる Welcome to Starry Night そんな世界にみんなで寄り添い合ってる Welcome to Starry Night みんな心の中から弱って朽ちてく Welcome to Starry Night そんな世界だからみんな慰め合ってるに歌詞が間違えとった。やば。歌詞を間違えすぎなのよ。あと、めっちゃ時間ある。めっちゃ時間ある。まさか、時間まで止まなかったんだけど。よいしょ。ちゃっちゃありがとう。ちょっと本当に。歌詞間違いすぎ。ひどいな、今日。申し訳ないぐらい。申し訳ないですね。あとはちゃんと歌えるといいな。落ち着きたいからこれ歌いますね。ユーフレットしっかりしてもらっていいですか。ユーフレットしっかりしてください。ちょっと動きが悪いですよ。
ニューフレットしっかりして。変な広告行かないで。お願いだから。本当に。頼んだ。小さくつぶやいた ハワイへ誰もいない部屋で一人もうに朝が来たよ土砂降りの朝が TikTok 私のネジを誰か抜いてだけで申し訳ないです。ハーハーでした。落ち着いた。これ、これ弾いたらすごい落ち着いた。いい曲ですね。最後にやりたい曲は決まってるんですよ。だけど、ちょっとそれまで、ちょっと時間が、あるよね。あるよね。あるよね。よいしょ。あるよね。あるよね。あるよね。みんな元気ですか？元気ですか？ちょっとね、本当に。一週間前なんで、全然練習できなくて申し訳ないですって感じ。しっとりもぐちゃぐちゃですね。本当に。これ歌いたいなって思った曲をバンバン歌ってます。よいしょ。これ歌ってラスト歌ったらちょうど良くなることは信じよう。信じる。
それなら望んどこだけど遊ぶだけの相手欲しさならばどうぞ他を当たってよ。君の分厚い恋の履歴に残ることに興味なんかないよ。君のただ一人になる以外にはなんでそんなにそっけないのさ。そっぽ向いてさ君の方から誘ったくせに俺じゃないなら早く言ってよ。そんなに暇じゃないんだ。ちょっとひどいんじゃない？あんまりじゃない？恋がなんだかもわからないんだ。君が教科書になってくれるかい？いいよって君が言うなら暇はいくらでもあるから。はい、そっけないでした。これは4時ぐらいまでですか？ 4 時ぐらいまでって言ってたけけって思ったら、あと3曲だもん。ムブさん、ブチャブチャありがとう。元気よかった。あと1曲いけますか？いける？いけるかな？いけるかな？かな？かな？いけますか？いけますか？あ、ニプチャってありがとうございます。あ、ありがとうございます。いけますか？これ。いけま。大丈夫ですか？オーバーしてないのかな？不安ですけど。で、一曲や、いきましょう！あ、よかった！ OK です。じゃあ、これで終わりたいと思います。ちょっと、短くなるか長くなるかわかんないけど。ね、弾き語りの人みたいになってるんですけど、歌ってみたとかも特攻してるのでよかったらっていう宣伝してみた宣伝とかも売ってるのでよかったらフォローしてくれたら嬉しいなって思います。はい、新しい歌欲しいな。浅い夏の
でした。大丈夫、ギリ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 、よかった。手汗すごいけど手汗すごいけど無事間に合った最後転調しようと思ったのにしなかったからあれだったけど終えた。大丈夫ですか？はい、大丈夫です、はい、お疲れ様でした。ちせさんのステージでした。はい、ということですね。ギリギリというかね、全然大丈夫でしたよ。あ、大丈夫でした、よかった。ぴったりぐらいでしたね。はい、やった。はい、ということでね、2回目の出演お疲れ様でした。またここからインタビュートークをしていきます。はい、はい、一旦ギター置きます。そのまま行きます。そのままでいいです。そのままで、はい、はい、はい、どうでしたか今日は。グダグダすぎてグダ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 すぎてグダグダ。いつものキャスみたいな感じでした。あ、そうなんですか。いつもこんな感じなんですか。はい、はい、こんな感じです。なるほど、なんかね、アドリブっていうか、こうなんつうのかな、用意してない時の方がね、結構面白いことが起きることもあるんですが、起きなかったと。ミラクルは起きなかったということですか。いや、いや、うん、そうね、そうですね。そうっすか、はい、ミラクルを起こす人になるといいですね。安全運転？安全じゃなかったような気もする。安全運転。蛇行運転だったような気がする。いいです。そういう日もあるってことで。そうですよね。今日はあの土曜日です。日曜日のね、午後なんで、まったりとした雰囲気にはぴったりの、うん、まったりな、まったりな、はい、グダグダのまったりな
ステージだったんじゃないでしょうか。いい意味で。そうですね。いい意味でね。はい。はい。いい意味で。はい。いい意味で。はい。受験は大丈夫なんですか、本当に。何をやるんですか。大丈夫です。何教科？いや、教科じゃなくて、なんか、うん、面接？プレゼンテーションとか面接とか、そんな感じです。なんか楽勝なやつだ。楽勝じゃないですよ。うん、楽勝じゃないの？え、なんか論文とか書くの？いや、活動報告書書きました。あ、活動報告書。何の活動？キャス、あ、大丈夫ですね。はい、大丈夫ですよ。YouTube の方は切れずに見れてますね。か、はい。え、活動？何の活動を報告するんですか？なんか部活のことを言います。そう、部活ってのは何の部活でもいい？はい。なんかその進路に関係する部活じゃなくていいんだ。いや、そうですね。自分のやってた部活とか。え、何をやってたんですか？弓道やってました。弓道やってたんだ。すごいな。なんかこう精神集中とかなんか上手な感じですか？いや、無理ですね。苦手でした。え、あのどのぐらい、あの弓道の人ってどのぐらい命中するんですか？命中率っていうか。どうだろう、その日とかにもよったりするかもしれない。結構ばらけるんですね、普通の人は。はい。へー、なるほどね。結構まあ弓道ではないけど、なんか的を打つものとか結構僕得意なんでね、弓道をやってみたいなと思うんですけど、なかなかね、なかなか機会がないとできないですからね。道具とかね。そうですね、うん、あとなんか結構痛くなるんだよね、指だっけ。あー、結構、うん、そうですね。ね、豆とかできます。ね、そうですか、わかりました。それの報告をして、はい、私はこんだけでやってきたんだぞと、そういうプレゼンテーションするってことですか。はい、そんな感じですね。なるほどね。じゃあなんか、え、ってことは何、学科試験なく入学できるんだ。はい、すごい。みたいな感じで、うん、なるほどね。うん、素晴らしい、素晴らしいですね。じゃあそれがもう合格が決まったら、なんか他の男受験せずにもうそれでおしまいと。はい、そうです。なるほど。はい、来週ね、皆さん応援しましょう。合格したらね、合格したらあとはもう楽勝で、またあれですか、結構こうやって活動できそうな感じですか。はい、そうですね、行きたいですね。じゃあ皆さんもね、合格をお祈りしましょうということで、たくさんコメントいただいてます。お、その歌さんもね、パチパチ。はい、トトさん、たぬきちさん、パチパチ、一輝さん、りょうさん、拍手、人間だものさん、拍手、モブさん、パチパチ。あ、大丈夫？大丈夫ですか？放送事故起きないようにしてくださいね。大丈夫じゃない。大丈夫じゃない？真っ暗です。携帯落ちました。はい、復活してくださいね。どうしよう。はい、そうですね、パチパチたくさんいただいてます。はーい、めちゃめちゃ放送事故。まあね、ハプニングがある。今日はあの準備なしなんで、何が起きてもいいって感じでね。はい、はい。